皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋咲子です。本日のテーマは教室起業をしてうまくいく人といかない人の3つの違いについてお伝えしていきたいと思います。起業をしたいという時に、いろんなことをおそらく考えると思うんですけれども、起業そのものは特に教室起業は難しくないんですよ。起業そのものは何々教室ですって言って名乗ればそれで教室できてしまうので、問題はもちろん集客っていうところもあるんですけれども、それ以前の部分の起業した人ならこういう考え方でやっててほしいっていう考え方があって、でそれは会社員だったりパートさんだった時にもすでに持ってるタイプの人と持ってないタイプの人だとうまくいき方のスタートダッシュがすごく違うんですね。でそれは私が何百人もいろんな方の話を聞いてきて、起業時の話ですよ。であと私自身の経験も含めて、この3つ違うよねっていうのを感じたので、それを今日お伝えしていきたいというふうに思ってます。はい、それではですね、先に結論を言うとですね、うまくいく人といかない人の3つの違い、起業した時にですよ、3つの違いっていうののベースになる部分をちょっとお伝えしたいんですけれども、まず1つ目は自分で考えることができる人かどうかっていう点ですね。もう1つは相手の話をきちんと聞くことができる人なのか。3つ目は他力に依存しないで自分で考えてやっていけるか、一番とすごく似てるんですけどね、他力に依存しない人かっていうところですね。このあたりをちょっと解説していきたいというふうに思います。まず一つ目が自分で考えられる人かどうかっていうのは、いやそんなの起業するし自分で考えますよねって思うかもしれないんですけど、案外そうでもない方が多いですね、相談乗ってると。自分で考えられることができるかどうかっていうのは、例えば何か判断しようという時に、学校とかあとは会社の中とかでも一役割を与えられて上司が言うように動いていけばいいタイプの人、全ての人はそうだとは言いませんけど、事務職とかの方とかは大きなルーティーンの中でコマとしての役割を果たしてくれればいいという組織体系になっているのが大企業です。で、割とそれを外れて自分で考えてある程度やっていかなきゃいけないのって営業系なんですよ。だから起業してスタートダッシュうまくいくかいかないかの大きな違いで、前職何だったか、事務職の人と営業の人だと圧倒的に営業の人の方が成果出すのが早いんですよ。それは分かりますよね。多分ね、自分で仕事を取ってきて作ってきてるから営業マインドがもともと入ってるからやりやすいっていうのはあったりします。で、自分で考えられるっていうのはどういうことかっていうと、例えば何かあった時に自分で答えを一つ出すっていう癖がある人がない人かっていうのはすごく大きくって、上司から言われるのに慣れている、ないしは学校教育もあんまり良くないなって思ってるんですけど、先生に聞けば答えがすぐ出るみたいな、その環境にすごく慣れてる人って、正しそうな答えをすぐに、それを知ってそうな人に聞いて安直に答えをもらってどうにかするようなしたいと思うタイプの人です。これ教室の先生にめちゃめちゃ多いです。めちゃめちゃ多いです。はい、多分自分で一つの答えを持ってそれを検証してまた修正して次へ向かうっていうことができるタイプの人って基本営業職の人なんですよ。だから教室の先生って割と家のねお母さんからなるタイプの人も少なくなってるんですけれども、会社員からの転業転職でも、当然職業的に割合がそうだからなんですけど、事務職の人が圧倒的に多いんですよ。そうすると会社で言われた通りに動くだけでお給料もらえるっていうタイプの人が多かったから、自分で考える考えが、育っていないタイプの人が多いんですね。そうするとどうなっちゃうかっていうと、独立企業って自分が全部考えないといけないので、それができないタイプの人が多いですよ。
だからまず起業したら自分で考える癖をつけないと、判断を常に誰かにしてもらうことに慣れちゃってる人は当然ですけれども、集客もうまくいかないんですよ。で、いいんです、間違ってても。間違ってた答え一旦出すじゃないですか。で、それでやってみて、あ、違うなっていう、体で傷つきながら、まあ、場合によってはお金が出ていくこともありますね。会社の時には会社が失敗してもお金出してくれるんで、失敗が失敗じゃないから、本当は会社員時代にいっぱい失敗しとく方がいいんですけれども、怖くてお金が出ていくのが怖いからそれをやらないっていう人いるんですけど、いや、それは学びだから仕方がないんですよ。だからこれはどうかなってやってみる、あ、違った、じゃあこっちはどうかな、やってみる、違ったっていうことをしないと力が身につかないんですよ。なのにすぐに正しい答えを誰かに聞いて、それでうまくいこうとするタイプの人は独立起業してもうまくいきにくいですよ。自分で答えをまずは出す、やってみる、ダメなら直す。で、じゃあコンサルさんに何聞くんですかってね、言う方いらっしゃると思うんですけど、コンサルさんって正しい答え出してくれるんじゃないですかって思う人いるかもしれないけど、コンサルタントにもいろいろタイプがいて、もちろん学校の先生的に、会社の上司的に答えをポンって出して、はいどうぞっていうタイプのコンサルさんもいます。います。だからあなたが誰を選ぶかっていうことによるんだけれども、私は考え方を育てることに重きを置くタイプのコンサルなんで、考えてもらいます一回は。で、それに対してどういう可能性があるのか、どういう失敗の可能性があるのか、どういう成功の可能性があるのかって何個か道見せます。で、それのうちの1個を選ぶのはご本人なんで、で、それを選んで実行するっていう、その導くことはするけど依存はさせないっていうことですね。だから向き不向きはあると思います。ただ私のこのやり方で育った人っていうのは、自分で集客もできるし、自分でお金を稼ぐこともできるようになる思考を育てているので、2個目3個目授業やってもうまくいきます。はい。で、人から言われたことをそのまんま聞くタイプの人は何個やってもうまくいかないです。はい。だからどこかで考える癖はつけなくてはいけないし、これは教室の先生がすごく苦手なところなので、まず1個目が自分で考えられる人、これ1つ目です。で、2つ目、相手の話をきちんと聞くことができる人、これも案外少ない。 うまくいっている教室の先生はこれできてます。で、うまくいってない教室の先生はほぼ100%に近い確率で人の話をちゃんと聞いてないです。いろんなタイプがいるんですよ。人の話を聞けてないっていうタイプ、いろんなタイプいるんです。まず1つ目は聞いてる風で自分の主張を言いたくてうずうずしちゃって人の話を遮るタイプですね。はい。これは癖ですね、おそらく。はい。だから生徒さんが何かを言おうとしてるんだったら、最後まで一旦聞いてあげる必要があって、自分の意見を挟むのはその後っていうことです。だからこれが、聞けないタイプの人がいます。で、じゃあ聞けないタイプの人ね、2つ目で。聞いてるんだけど薄く聞いている、このタイプの方もすごく多いですね。薄く聞いてるとすごくね、損なんですよ、集客の時に。よく私、なぜ生徒さんはあなたを選んだんでしょうっていうね、話を質問するとするじゃないですか。で、あ、生徒さんがよく言うのは、先生の人柄が好きだったからとかよく言うんですけど、これ、一見正しそうで、深掘りされてないっていうのを分かっていただけますか？人柄がって、もしも言ったら、どんなところがいいと思ったのって、もう一個質問を重ねてほしいんですよ。人柄が、あ、そうなんだ、ふーんって言っちゃうと、自分が本当にいいところが自分でわからないんですね、基本的には。人から言われる、特に今申し込みをしてくれた人が言ってくれてるものが答えに近いんですよ。そうすると、人柄っていう抽象的な言葉で言うと、
あなたのいいところはどこですか、人柄ですって言って、これって一見答えになってる風なんですけれども、あんまり答えになってなくて、人柄のさらにどこなのかっていうのを、あの生徒さんなんかは特に言葉をそんな細かく使わない方が多いので、もう一歩聞いてあげるっていうことをしてあげないと答えが出てこないんですよ。で、人柄がって言ったら、例えば明るいところ、いつでもニコニコ笑っててっていうことの人柄なのか、どんなことを聞いても誠実に即答で答えてくれることが人柄なのかとかね、人柄って言ってもすっごいすっごい何通りもあったりするんですよ。で、案外自分が人柄だっていうふうに思ってる、自分が勝手に思ってて、生徒さんからね、まあ、本当にある残念な話なんですけど、なんで教室選んでんですかって言ったら、近かったからとか言われる時だってあるんですよ。まあそれはその事象でいいんですけど、そうするとあなたは人柄で選ばれていないということになってしまうと、その場所を動いた時に集客が減るということになるんですよ。これ実際にある話ですね。駅近に教室を持っていた方が旦那さんの転勤で駅近じゃないところの教室になって、その地域内で通える地域内なんですよ。通える地域内なのに生徒さんが一気に来なくなったって言ったら、その人はその人が選ばれてたんじゃなくて、駅から近くて便利な教室だから選ばれていたっていうことになっちゃうんですよ。なので、そうするとその場所が変わるとダメになるっていうことになってしまうと、非常に教室業としては不利なんです。いい場所にあるに越したことはないんですよ。越したことはないんだけど、ただそれを分かった上で自分なりの魅力は何なんだろうっていうのを磨いていこうとする人はより良くなってきますよ、教室が。だけどその相手の話を上辺だけで捉えて下までちゃんと掘り下げて考えられないタイプの人は改善点も見つからないし、良さも自分の良さも自分で自覚できないんですよ。で、それ以外のところとか褒めてくれる生徒さんとかもいるんですよ。案外女性の生徒さんって細かいとこよく見てますよ。細かいとこ見てる。先生知らないかもしれないけど、ね、キッチンとかもね、立ったりとかするじゃないですか、先生と一緒に。そうすると自分の家はさておき、先生のそのキッチンとかね、まああと場合によってお手洗い借りるじゃないですか。お手洗いとかもね、結構細かいとこチェックしてるんですよ、女の生徒さんって。これは本当にそういうあるあるな話を聞いた時に、ご本人が感じてる以上によく見ちゃう。まあそれは多分女性の性質でしょうね、おそらく。だから基本教室業で自宅に招く、まあ、男性をね教えるっていうスタジオタイプの教室もありますけれども、そうでない限りにおいてはだいたいそういうところも見てたりします。同性の目の方がね厳しいですよ、基本的に。だからその気配り、心配りは、やりすぎてダメってことはないので、気づかないで結構ね不快感を抱かせているケースとかが多いんですよ。まあそれも集客できない一個の理由だったりするんですけどね。で、要は人って自分に興味を持ってくれる人が好きなんですよ、基本的に。だから例えば生徒さんがね何かを言ったら、あ、そうなんだって言って話を広げてくれたり、かぶせてくれる人は、あ、この人は私に興味持ってくれてるんだって言って好感を抱きやすいんですよ、基本。だから最初に言った話遮る人って好感も持たれにくいし、あとさらっと言ったことを、え、そうなんだとかいうふうに話を広げてくれる人は好感度が高いんですよ。人気教師の先生はみんなこれが上手です。本当に本当に聞いててそう思います。私は自分で教室、ね、先生の教室にも参加してるんだけれども、自分も楽しんでるんだけど、引いた目で人気教室の要件みたいなのもね見てたりしてるんで、あ、やっぱりそういう先生ってそれできてるなっていうのを非常に感じたりとかします。これ2つ目。3つ目、他力に依存しない人。他力に依存しないっていうのはどういうことかっていうと、起こってる事象現象は基本すべて自分の責任であると考えられるかどうかっていうことです。これ
具体的に言うと天変地異とかがそれに当たります。天変地異は等しくその時その場所で皆さんに起こっちゃった残念なことなんですよ。まあ、あのコロナとかもその一個だと思うんですけどね、天変地異じゃないですけど。でその時にコロナだから仕方ないよねって思うのか、コロナだけどこんな方法あるかもしれないと思って動くのかで、運命の差が出る、まあ天と地との差、真逆な結果が出ますよね、基本的に。でコロナが明けたらこれをしよう、コロナがなくなったらこうしようっていう教室は軒並み潰れてってます。だってなくなるかどうかなんて誰も保証してくれないからです。でなくなったらこうしようっていう、何かがうまくいったら自分これができるっていう条件付きで動こうとするタイプの人はうまくいきにくいです。そもそも企業を選んでる時点で会社のバックアップとかそういうのないんですよ。だから自力で立ち上がって這い上がって歩いていくしかないんですよ。だけどその段において誰にも等しく起きた残念なアクシデントを、それでなかったらよかったのにとか、これが終わったらどうにか考えようっていう、その見送ってしまう状態を作るタイプの人は起業してもうまくいきにくいタイプの人です。どんな環境とか状況であってもそこに依存しない、環境に依存しないということですね。自力でどんな環境であってもどうにかするっていう、あのフロンティア精神がないと、あのこういったちょっと大きなね出来事があった時とかに思考停止して、なんならマインドも落ちちゃって、気持ちがあの塞いで前に進めないっていうタイプの人もうまくいきにくいタイプの人です。コロナの前に東日本大震災っていうのもありましたけど、10年前とかにねありましたけれども、あの時も教室2つに分かれました。もう何ですかね、まあそういう感じになっちゃったもんだから、こう心も不安定で落ち着かなくって、で教室をお休みする。それ東北の人じゃない人でですよ、東北じゃないけど世の中がなんとなく停滞ムードになったから、自分も勝手に気持ちが落ちちゃって、なんかそういう風にやる気持ちにもなれないから、塞いじゃおうって言って教室を閉鎖した人が、その後復活できたかっていうと難しいんですよ、一回閉鎖しちゃってるから。ところがその時に生徒さんを思い、すぐには復帰できなかったとしても連絡を取り続けて、まあそれが、ね、お手紙なのかメールなのかなんか知らないけど、何かしらつながりを持ってた人は、世の中がまた上向きになった時に生徒さん普通に戻ってきて普通に教室事業の運営できてるんですよ。だからそういう何かが起こった時にどうするかっていうので、答えが2つに分かれてしまうっていうことなんですね。なのでこの辺りは普段から どうにでもするっていうふうに思ってる人は大概どうにかなります。はい、人気教師の先生そういう思考の人多いです。もちろん私もそういう思考です。なので自分がうまくいってないなと思うんだったら、うまくいってる人の思考をどういう観点から物事を見てるか、社会を見ているか、残念な現象をどう感じているかっていうのはちょっと参考にした方がいいかなっていうふうに思って今日の話をしています。はい、ということでまとめていきたいと思います。教室起業をしてうまくいく人といかない人、3つの違いです。1つ目自分で考えられる人、2つ目相手の話をきちんと聞くことができる人、3つ目他力に依存しない人、この3点が一つの大きなポイントになるかと思いますので、ご参考にしてください。それでは。